おーい、ちゃこちゃん、羽生さんへの批判がすごい。選手の時は黄色い声を出してたのに。そうですか。人間は手慣れない手がどうもね。何の裏かけるわ。中田ママです。こんにちは。くるくる回ってばかりで一向に成長しない幸せゼミナールの幸せさんです。11月26日日曜日の昼となりました。日曜日の今日は重要経済ニュース。え？最高値を邪魔するの？ナスダック主要銘柄チャート分析、レバナ最新基準価格予想、積み立て投資判断、買い増しポイント、今日の表示は、そしてガチャの速報もやらせていただきます。それでは後ほどどうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんはね、どうしていつも会社の中で空回りばっかりしてるんですか？11月24日の基準価格は 32,60 円でしたね。楽天さんが 7,119 円、 au さんが 12,917 円でしたね。でその後金曜日のナスダック100短縮取引であったので小動きだったんですけども、マイナス 0.12%、 15,982 ポイントで今週の取引を終えています。この7月の高値超えてきたんですよね。7月からのこの下落のトレンドってすごい長かったんですけど、11月になって反発をして7月の高値ついに超えたんですよね。週足で見ると 0.91% を伸ばしているんですよ。で週足の終わり値ベースでも、ヒゲ先ベースでも年初来高値更新してるんですね。で週足でも日足でも3本の移動平均線の上にいるんですよ。こちらは日足なんですけど、日足でもそうですよね。でこれ週足なんですね。週足の方で今度 MACD がもう一回ゴールデンクロスしたんですね、今週の上昇によって。で RSI も64ということで一番いいぐらいのところに来ている。で大事なことはフィボナッチのこの下落トレンドの戻しの 76.4% 戻し、764を超えたんです、超えているんです、すでに。でしかもこの高値も超えたということは、もうしかも移動平均線の上にいるということは、週足でも日足でもということは、この史上最高値まで阻むものっていうのはもうほぼないと言っていいわけですね。いや、月足の移動平均線抵抗体として効いてるんじゃないの。いや、とんでもない。むしろ50ヶ月線が大暴落のサポートになってくれたぐらいで、月足ってもうずーっとパーフェクトだなんですよ。だからナスダックが長期上昇局面にあるっていうのも、確かに月足のこの移動平均線の並び順と向きを見てみると確かにわかるわけなんですけども、本当にこうやって月足の長期で見てみると、ここが IT バブル崩壊なんですけども、本当にあと最高値までごくわずかっていうところですね。ああ、じゃあ幸せさん史上最高値いけるんですね。うん、まあいつかはね。だけど意外とチャートは強くても、ファンダメンタルズ的にその短期中期の話で懸念する材料がある。長期的には最高値更新していくんだけども、短期的な押し目、調整局面、あるいは下落、急落、大幅安を招きかねない要因が多々あるということは、やっぱり頭に入れておく必要があるんですよ。何なの？そんな要因あるの？うん、まあなくはないんですね。まずアップル、 iPhone の販売が冴えないと。特に中国で冴えないんですね。独身の日、伸び率で中国のファーエイ、シャオミに水をあけられているんです。 iPhone の販売台数前年比マイナス 4%、ところがファーエイはプラスの 66%、 シャオミはプラスの 28% なんですね。これあくまでも中国の独身の日の話ではあるんですが、このある種の大きな市場、いいお客さんである中国で売れていけない、つまりシェアを食われているというのは、まあアップルにとってはまあ痛い話ではあるんです。マイクロソフトはオープン AI、 今後しっかりとアルトマンさんが戻って、ああいった大混乱がないようにしていくかということもマイクロソフトとしては課題の一つですよね。まあそういうことが起きないように、アルトマンさん復帰にあたって取締役会を一部再編、セールスフォースの元共同 CEO であるブレッド・テイラーさんだけでなくて、ラリー・サマーズさんも、元財務長官、大経済学者のサマーズさんも加わるということですね。いずれにせよガバナンスをしっかりしてもらわないと、マイクロソフトも AI も発展していかない
それぐらいオープン AI っていうのは大事なものですね。ですからマイクロソフトもですね、ガバナンスの見直しを要求していくと当たり前ですよね。最大の出資者なんですから。ですからラリー・サマーズさんを入れたように、ブレッド・テイラーさんを入れたように、取締役会に要求される経験値の引き上げを求める。さらに今回の電撃解任のことってマイクロソフトも知らされてなかったですね。発表の数分前だったんですね、知らされたのは。それ困るということで、例えば重要な問題には拒否権、もしくは最低でも通知は受け取る、事前にね、というような、条件を増やしたいわけですよね、マイクロソフトとしては。それはまあでも当然の要求といえば当然の要求ですね。アマゾンは欧州各地での抗議行動、例えば倉庫労働者のストライキなどにこれから悩まされていくのかもしれません。で、今回やっぱ労働者側もダメージを与えるためにこうブラックフライデーにそういうストライキ等をぶつけているわけですよね。で、商品の配送に支障を出すということで、例えばちょっと過激的なところなんかで言うと、宅配ロッカーにポスターやテープを貼って開けられなくしちゃうみたいな、そういうようなこともですね、呼びかけが行われていてですね、今後その自動車業界みたいに人件費のコストが上がらないかっていうのは、アマゾンのあらりっていう意味でも当然において懸念されるべきところですし、さらにそのマクロ的な視点で言えば、その賃金インフレの懸念というところにも一つこう考えていく必要があるわけですよね。これは決して欧州に限ったことではない、そしてアマゾンだけに限ったことではない、世界のあちこちでこういうような活動が起きていくっていう時期に入っていくリスクっていうのはあるんですよ。で、マスクさんはやっぱりこのストライキなどに起こってる側面もあって、やりすぎはやっぱりいけないよということで、常軌を逸する行動も批判しているんですよね。まあ、スウェーデンの話なんですけど、高労働者、ゴミ収集者、電気技師、郵便局員などがテスラに関連するいかなる作業も拒否ということで、テスラの工場の人が拒否してるわけじゃなくて、いやもちろんそれもあるんですよ。だけどそれ以外の人たちもテスラの関連業務を拒否ということで、例えばマスクさんが一番怒ったのは郵便局員の、抗議というか、妨害活動というかな、そのテスラのナンバープレートですね、テスラ社へのナンバープレートの交付を妨害ということで、おそらくはですね、届けるのを拒否したとかそういうことなんだろうと思うんですね。ということはテスラとしてはですね、新車がなかなかその使用できない状況に置かれるわけで、マスクさんからすればブチ切れるのはある意味では当然ですよね。テスラにはもう一つリスクがあって、裁判所が重要な証拠認定したんですね。要は自動運転支援システム、失礼しました、オートパイロットの欠陥をマスクさんも容認していたと。オートパイロットが道路を横切る車両を検知できない問題を認識していたということだと。これが証拠があるんだということなんですね。原告が言ってるわけではなくて、裁判所の一つの認定だということですから、マスクさんからすればこれもやっぱり痛い話ですし、今後二度とそういう指摘を受けないように安全面や万全の状態にしないといけませんよね。メタはいいニュースがあって、ホワイトハウスがスレッズのアカウントを開いてくれたと。バイデンさん、ハリスさん、そしてバイデンさん、ハリスさんのパートナーまで一斉にアカウントを開いたということなんですが、マスクさんからすれば面白くないですよね。つまりマスクさんの X、旧ツイッターは、マスクさんが反ユダヤ主義的な投稿に賛同したということで、世界から非難を受けているわけですね。で、ある意味で新ユダヤのこのバイデン政権がメタにアカウントを開ける、つまりこの新しくできたプラットフォームである、スレッズにアカウントを開けるというのは、マスクさんからすればそれは気持ちよくは思わないわけですね。で、ガーハム悪い話ばっかりじゃんと。そうですね、確かに最高値を阻害する要因というのはたくさんあるんですよということを私は申し上げました。ただもちろん前向きな話もないわけではなくて、で、今はマーケット評価してませんけど、アマゾンのそのアイロボットの買収計画ですね、これを EU が承認見通しだということで、しかも無条件での承認見通しだということで、アイロボットはめちゃくちゃ 40% ぐらい上がったんですが、アマゾンの株は上がってないんですよ。全く上がってないんですね。つまりアイロボットを買って本当に業績を上げられるんですかという思いがある。で、その中でアマゾンはですね、ルンバというある種おもちゃを手にして、さあこのおもちゃどれだけ使いこなせるのかというのが今後のアマゾンの業績、あるいは株価にも影響を与えるわけですよね。さあ皆さんはルンバは家にありますか？結構いいっていう人はいるんだけど、僕はどうしても使い浮きになれないんですね。だって掃除機かけるときって物どかすでしょう。それやってくれないでしょ、ルンバいくらなんでも。だから意味がないというか、全部はやっぱ取り切れないんだろうなと思うと、
じゃあもう自分でやった方がいいかなっていう感じになるんですけどね。いかがですか。はい、という形でガーハムのチャートを見ていきましょう。いつもよりちょこっとね詳しく見ていきましょう。でアップルは 189.97 までつけてるんだけど、まあまあまあちょっとね天井圏怪しいよっていう感じなんですけども、でもね確かにマックリ RSI ちょっと不安な感じになってるんですけど、でもまだ全然押してないんですね。全く押してないと言ってもいい。なのでまだ分かりません。そしてこの高値、まあどうなんだろうな、そんなサポート力はないかもしれないけど、ただ逆に言うと結構上値を攻めてきたので、この暴落っていうか 大幅安の764、まあのあたりまで来ているので、まあ全然まだ上昇トレンド終わってないし、直近高値抜けていけるんであるならば198っていうライン、史上最高値更新もですね、全然見えると思いますね。たださすがにちょっと高いかなっていう形で、まあ感謝祭ウィークもあって出来高が細っては来てはいるんですけども、まあちょっと押し目は作るかもしれませんというか作ると思うんですよね。結構ある程度がっつりというか、まあ下げるってもおかしくはないというか、随分そのあまりにも急角度で上がりすぎてますから、まあ286、フィボナッチで言うと182とか186あたりくらいまで下がっても何らおかしくはないんですけどもね。ただまあどこまで上値伸ばせるかっていうのを見ていきたいかなっていうところなんですけども、まあいずれにしましても押し目が入ってくるっていうことは、まあ意識しておいた方がいいかなというところでありますよね。でマイクロソフトも怖いくらい上昇になっていて 377.43、今週も史上最高値更新、取引時間ベースでもそうですし、終値ベースでも月曜日に更新をしているわけですね。まあ厳密に言うとそう水曜日でもですね確かに更新をしているんですね。これギリギリのところですけども、まあ、とにかく強いで押しは入るかもしれませんが、そのフィボナッチがまだ引けない状態なんですね。ある程度フィボナッチが垂れてこないと引きづらいんで、ただまあねえどうなんですかねこの上昇がどっから作られてるかっていうことなんですけども、まあ仮に今年の上昇分を引いた時にね、まあ結構どうなんですかね、381、つまりここら辺が一つの天井であると、だから今がある種の天井であるとも言えて、それ抜けられるんだったら397-400の切り板、まあ一旦397から400のあたりでもしこのまま上がっていったとしてもですよ、そこではかなり結構厚い壁に当たってくるのかなという感じもしますけど、ちょっと怖いところでありますね。まあもしですよ、これちょっと暇のうちまで引けないんですが、もしこのまま来週ですねガタガタガタと崩れた場合に、そういうふうに決めつけるのは良くないんですが、ただもしガタガタガタと崩れた場合には、まあ363っていうのは一つの目処にはなると思います。というのはフィボナッチの236でこの高値があるので、ただそうは言ってもその高値が伸びた場合にはまた引き直さなきゃいけないので、フィボナッチの水準も上がるので、これはあくまでも暫定的なフィボナッチであるんですね。で押し目が入っても中長期でこの移動平均線パーフェクト台ですから、押し目が入ってもまたどこかで反転して浅いところで反転して上値を追っかけていく可能性も全然あるので、このマックリー RSI が弱含んでいるっていうことだけを見てですね、もう天井だっていうふうに決めつけるのは良くない。ただしあまりにも上がりすぎていますから、まあその過去の PER とかも比べていただいて、その辺の割高感っていうのを探っていっていただきたいなというところでしょうか。マイクロソフトでその転がしたりしている人はですね 36.59 ということになってますけれども、そうですね、少なくともそうですね、2018年 46.30 ってのありますけども、直近 1,2,3,4,5年、6年でいうと今年の 36.59 現在の値が一番高いかなという側面はまああるんですよね。では Google を見ていきましょう。 Google は 136.69 で、いいと思いますよ、いいと思います。50日線もなんとか横ばいで持ってるし、まあ100日線もあるし、上向き200日線もいい、
で、まあね、ちょっと金曜日なんかも下がってるんだけど、まあ出来高の少ない状態ですし、あまりこう信用性がどうなんだろうなっていう思いもあるし、764超えてるんで、この下落の、なのでかなり戻している。窓埋めも終わった141のライン、こちらもですね、市場最高値までどうなんですかね、ちょっとあれですが、141までは少なくとも見えてこれるんだろうと思うんですね。現在136ですから、あと5ドルですから、141が見えてきた時に、このまあ史上最高値のところから大暴落の大底まで引いた時に、もう今の水準ですら107.4超えてるので、十分にアルファベットも150ドルっていうラインは史上最高値は見えてくるわけなんですよね。ですからこの勢いがまあ持続した上で、まだそこまで確かに日柄も他の銘柄と比べてないですから、上昇局面の日柄がまだね、141まで超えてこれるんであれば上は軽くなるよというような側面もあるのかもしれない。まっくり RSI まだ上値余地があるので、はい、ここは見ていきたいなというところですね。アマゾンは 146.74 でいいです。この高値も超えてるんで、しかも下分厚い出来高あるんで買い支えは入りやすい。で、押し目が入った時でも、例えば52銭102銭のあたりとかで止まる可能性もあるので、そこもまあ様子見っていうか、で RSI マックリーがこのゼロラインより結構上で横ばいにもしなるんであればね、なるんであればそれはじわじわ上がっていけるっていうことでもあるので、まあそれは期待できるかなと。だから、まあ、もし押しが入って、上昇の勢いは弱まっていますから、もし押しが入ってきた場合には、52銭、102銭のあたりを、こう、一つ参考にしていくと、まあ、いいのかな、という、押し目買いのポイントとしてはですね。まあ、それやられたら、前回のように200で止まるかもしれませんし、こういうとこみたいに50でが支えになるかもしれませんので、まあ、50、200っていうところをちょっと意識しながらの、まあ、相場読みになるのかな、という。もちろん、押し目が入るって決まったわけじゃないですけどもね。ただ、上昇の勢いは止まっている。止まっているというか、緩んでいるという感じはあると思いますが。ただ、じゃあ、崩れてるかでも全く崩れてないので、テスラです。テスラは235.45 なんだけど、結局そのガンハム銘柄についていけない、つまりまあいろいろな粗利の問題だとか、ストライキの問題だとか、安全性の問題だとかでも、まあ充電システムへの強気の見方もあるっていう感じで、まあいろんな部分でそのこうガチャガチャっとしてるんですよね。ファンダもテクニカルも。で、100日線、50日線がテクニカル的に抑えになっていて、で、そのさらに POC も上にある。で、さらに直近高値もあるっていう中で、上値を阻むものがたくさんあるんですね。で、じゃあどうなんでしょう。出来高は安定してはいるんですけども、マックリ RSI も決して悪くはないんですけども、このまま重要なポイント抜けられる強さがあるのかって言われてしまうと、なかなかそういうわけにもいかないとなってきた時に見えてくるのが、このいわゆるトレンドラインでして、あんまり私はどうかなと思うんですが、まあ3回こう基本的にはやっぱ3点結べ、最低でも3点ピシャッと結べないと信用性はないんですが、一応3点まあピシャッと結べるといえば結べるので、しかもそれが重要なポイントの中にあるわけですよね。で、例えばこの下落から見た時にはフィボナッチというのはですね、このように見えるんですよ。つまり6180ということなんですね。で、こっから引いた場合の6180もこの中にあるんですね。ですからテスラというのはこの強烈な抵抗体が実はすぐ株価の上に存在しているということは、変な話がいいネタがないとぶち抜けない、で崩されてしまう、で安値を更新してしまうとなった時に、もしそうなればですよ、そうなれば見えてくるのが、今度はテクニカル、私なんかテスラのこと嫌いだとかっていう人がいますが、そんなことじゃないです。全くテスラのことが嫌いでもマスターのことが嫌いでも何でもないです。ただそういう見方もできるよね。でどんどんぐちゃぐちゃになってくるのがまさに素人丸出しなんですが、こういうのはいけませんよ。こういうふうにチャートをぐちゃぐちゃにするのは良くないんですね。しかし今そこでこう見えてくるのが、あ、じゃあ下落の平行チャンネルなのかなっていうことなんです。皆さん
そうすると、あ、じゃあテスラ弱いじゃないっていうことにもなりかねない。ですからテスラも足元だけ見れば切り上がっているように見えるけど、決してその勢いっていうのは全く油断はできない状況なんだということも一つ理解をしていただきたいと思います。いずれにしても私は何度も言いますが、テスラにとって最大のリスク要因っていうのは安全性の問題です。だってね、デザインは最高と言ってもいいんだからさ。はい、じゃあメタ行きましょう。でメタはいいですよ。レジスタンス抜けてから走って338、決算までまだ日柄もあるし、今回は悪かったけどドーン下がったけど、ぐものすごい持ち直した。だからわからないんですよね。わからないんです。決算でドカーン下げてそのままズルズルっといくかどうかっていうのはわからないんですね。うん、はい。で分厚い出来高も抜けた。じゃあ上軽い史上最高値状態でにはまだなってないでしょ。なってないでしょ。ただその史上最高値状態のその要するにそのなんていうのかな、あの戻しっていうことなんですね。戻し、この戻しを764超えちゃってるので、しかも直近のレジスタンス超えちゃったので、あとは押しながら381を目指せるでしょっていう話。うん、で暴落もなかなかしにくい、結構買い支え入るよね。特に直近の話でいうと、このレンジのポジションで価格帯で作られてるポジションあるのでね。ですから押した時でもある程度止まりやすい筋肉質で頭の軽いチャートにはなってきていると思います。ネットフリもそうですね。ただしネットフリもあまりにも激しい上昇なので、押しは入りますよね。どっかでは必ず入ると思います。ただまだ来ないんですね。うん、まあハリウッドの問題が片付いたっていうのが一つ強気の要因の一つなのかもしれませんし、会員数の伸びもある、値上げの問題もあるで、儲けられる体質にこうなりつつあるので、その辺もやっぱり高い評価なんでしょうね。テクニカル的にも重要なレジスタンス抜けて走って、直近の大きな高値も抜けそうだという形なんですよ。で RSI も79とはいえ、ネットフリはそのぐらいまで行くことあるので、前回も82とかなので、まあそのまだ伸びる可能性がなくはないんだけど、ちょっとマックD RSI のところ見ていくと、勘で言うとさすがにどう考えても押しが入るかなという感じで、その時の目処は449、450とかそのあたりになってくるのかもしれません。大きく下がった場合でもね。そうだからまあ、ちょっとそのリスクっていうのを頭に入れていただいて、こう上値は伸びていける要因はまだちょっとあるんだけど、でも大きく押しが入ってくるっていう可能性もあるので、まあその場合でも慌てないことですかね。450から下は結構底堅いよっていう感じは、下げにくいよっていう感じですね。そこまでスッと下がっても450から下は、下げ渋っていくかもしれません。そうしたら本来のトレンドって短期でも中期でも上なんですから、そういった意味ではまたどっかで持ち直して反転していくっていう可能性もやっぱりあるわけですよね。はい。でいずれにせよ今日はその皆さんがあまりにもおそらくイケイケどんどんなっていると思うんですね。これナスダックですけれども、これ月足なんですね。そして週足なんですね。これが週足でもちょっと見にくいか、これを消しましょうか、あえて消しましょうかね。週足でもものすごい上昇ですよね。7月からの大きな調整局面も何ら乗り越えた。11月でドーン乗り越えたね。で強気になっている。で最高値も見えてきている。その中で誰もが浮き足立っている。ですから私はですね、今日はいやナスダックは最高値まであと 5% だけれども、でもその 5% はラスト1マイルは結構リスク要因があるんだよ。だから押しがもう1回入る可能性もあるんだよ。それは大きな押しにつながるかもしれないよ。でも皆さん、じゃあ出放しなんか売っちゃった方がいいの？いやいや、そういうことではなくて、でもリスク要因はあるけれども、その問題を解決していつかはまた最高値を更新するということを私は全く疑ってはおりません。はい、今日そのところです。はい、お疲れ様でした。27日月曜日の予想です。ダイヤさんが3万153円、
楽天さんが7093円、au さんが 12,871円とさせていただきました。正式な基準価格につきましては火曜日のレバナス速報の中でもお伝えをさせていただきます。積み立て投資判断は通常ということで、いつも通りの金額を積み立てていきます。買い増しポイントはちょっと引き上げましたね、はい、14,349。ここまで、下がってきたら、積み立てとは別に買い増します。はい、今日のひょんちゃんです。はい、年末ラリーが来たらベア3倍は地祭り、間違えたお祭りですねということで、あーそうだね、もうすでになってますよね、やはりひよのさんみたいにですね、コツコツレバナスを買っていくというのがですね、正しい選択肢だったのかもしれませんね。今でも上がっているのに、こっから年末ラリーが来たら確かにさらにベア3倍、空売り、ショート、地祭りになるかもしれませんよね。おいおいおいおの、家でも会社でも YouTube でも地祭りだ。いや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 、なんで毎日地祭りになってるんですか。ねえ、嫌ですね。地祭りはぜひこう王になりたいもんですけどもね。王になるにはどんな哲学理念が必要なんですかね。え、半導体の大手誰なんでしょうね。ぜひこちらの動画をご覧ください。本日は最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。失礼いたします。母ちゃん、名古屋の SKE って知っとるか。知らんか。女の子のグループなんだけど、握手券を会社の人にもらったのよ。行くわけないんだけど、よしこちゃんに言ったら突然消しちゃったの。名古屋の女の子は松井玲奈ちゃんに似てるって言っとけば機嫌が治る。母ちゃん、あんたも悪やな。